テレオフィスの使い方。テレオフィスをインストールする。この動画ではこちらの内容を説明します。管理者がアカウントを登録すると、テレオフィスへようこそのメールが送られます。メールに記載の URL にアクセスします。ダウンロードを押し、ダウンロードされたインストーラーを実行します。表示される指示に従ってインストールします。インストール完了後、アプリを起動し、メールに記載のサーバー名を入力して次へを押します。続いてユーザー ID とパスワードを入力し、ログインを押します。登録コードを E メールで受け取るを押すと、テレオフィス端末登録のメールを受信します。このメールに記載の登録コードを入力し、登録してログインするを押します。テレオフィスを使ってみるを押します。初回ログイン時はパスワードの変更が必要です。旧、新、それぞれのパスワードを入力し、保存を押します。以上でインストールとログインは完了です。動画をご覧いただきありがとうございました。